目を見て。ちょうど画面中央に白いのとオレンジ色のが見えると思うんですけど、あれが浮きとパンですね。先ほど一回食ったんですけど、パンだけ持ってかれました。なかなか彼らも賢いですね。盛んにパンが揺れてるんですけどね、鯉は上がってきてるとは思います。今日は針を2つつけて2本針でやっています。食わないでするかな。パンが左右に揺れてますね。水面も揺れてるので、あ、食いました。さあ、あれがかかってるかどうかの話です。浮きは沈んだんですけど、さてどうか。あ、食いましたね。さてと、でも引かないな。あ、引いてる引いてる、引いてますね。しなってます。そんなに大きい鯉じゃないですね。じゃあ、あげましょう。もうちょっと待つか。え、おいで。あー、切られた。あー、切られたな。残念。結果的に外れましたけど、針は2本ともありますね。よかった。針付きじゃかわいそうだしな。残念ながら針を外されました。この場所は上げるときに外されます。で、これで2回目ですかね。上から下まで1メートル弱あるんですけど、手を伸ばしてすくうんですけど、その時に暴れて逃げられました。で、今日は2回食って2回目にかかりましたけど、釣り外しということになりました。またやってみたいと思います。